どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、嬉野しの温泉55キャンペーンがですね、なんと、本日は8月のね、29日ということで、え本日のですね、え9時からえ開始予定だったわけなんですけども、えなんとですね、変更になりまして、え明日9時にね、 こちらね、開始となります。まあ、こちら開始とていうかね、まあ申請が開始に、ね、なるということで、対象宿泊期間はね、9月1日からね、変わってないんですけども、申請自体はですね、明日に変更ということで、まあ今日スタンバッサー方もね、まあ結局利用することができなかったと思うわけなんですけども、今回ですね、このタイミングで一部ね、キャンペーンのね、詳細が変更になっておりますんで、本日はね、こちらの解説と、またね、佐賀県のですね、全国旅行支援もですね、こちら、開始になるということで、こちらも合わせ で,ですね解説やっていきたいななんていうふうに思いますので気になる方は是非ね最後までご覧いただければなぁと思います。 ということで、公式サイトね、こういった形になっておりまして、見ていきたいなと思うんですけども、対象の期間はですね、変わらず2023年9月1日から2023年12月22日までって言った形になります。で、キャンペーンの内容ですね、前回ですね、こちらね、この文言で入ってなかったんですけども、西九州新幹線を利用して、嬉野温泉で校舎または乗車して、嬉野温泉施設の対象宿泊施設に宿泊された方、交通費を助成しますということで、まあ、こちらの文言はね、 入まあちょっとねこちらが明記されてねすぐはね あのちょっと話題になってたんですけども前からですねこの嬉野温泉にねえ乗車または降車っていうのはね文言がありましたのでこちらのね西九州新幹線の駅なんですよねこの嬉野温泉っていうのはですので詳しくね記載されただけで特にね内容変更になっておりませんのでこの点はねえ覚えておいてくださいまあここら辺はね特に変わってないんですけどもこちらですね女性学はですね一部ね変更になっておりましてえこちらねこの 紫色のね、エリアありますよね。ここはね、まあ、今まではですね、全体的に3万円っていうね、まあ話をさせていただいてたわけなんですけども、こちらね、赤印でね、文言が入りまして、成田空港、関西国際空港、神戸空港出発は2枚にね、下がることが明記されました。これはちょっとね、何なのか、ちょっと私はわからないんですけども、まあ、成田空港ってことなんで、LCC とかがこういう、 LCC とか安いからとかそういう理由なのかちょっとね、私はあの、詳しくはね、わからないですけれども、まあ一応ね、成田空港、関西国際空港、神戸空港出発便に関しては、残念ながらですね、このエリアであってもえ2万円のね、 あの、助成金になるって言いた形になりますんで、この点はね、覚えておいてください。まあ、この、あの、キャンペーン自体がですね、出発地がね、あの、どこなのかによって、まあ、助成金が変わるキャンペーンっていう風になっておりますんで、まあ、こういった感じになりますんでね、はい、この点はね、注意してください。で、ご利用の流れということで、まあ、ここもね、あの、今までとね、変わってないんですけれども、まあ、このね、チェックリストっていうのはね、この宣言事項でね、記載されておりまして、こちらの同意の場合は、チェックしてお申し込みください。 ということでで明日朝9時になったらですねこれをねチェックしていただいて申し込みしていただくっていただきになります今やってもねあの日本旅行のホームページにねこちら飛ぶんですけどもまだね準備中ですみたいな画面にねなるだけっていうふうになっておりますんで明日の9時まではね利用することができないっていただきになります内容ですねまず虚偽の申請は行えませんということで本キャンペーンはご利用1人につき1回限りですということでこちらの文言もね今までなかったんですけどもまあこれ これがね8月29日にですね。詳細を発表するって書いてあったんですけども、もまあ、その部分がここなのかなっていうところですかね。はいですので、今キャンペーンは1人1回しかね。利用することができないっていう風になりますんで、まあ、1回以上利用しようと思ってた人いるのかな？っていうところはあるんですけども、2人来たりね。しようとか思ってた方は、もしかしたら中にはいらっしゃるかもしれないんですけどもまあ、こういう方はね。利用することができません。1回限りのね。キャンペーンっていう風になります。で、旅行中に助成。 申請書を持参し嬉野温泉改札特別デスクのキャンペーン対象宿泊施設にサインまたは応援を受領しますということで。 まあ、このね、嬉野温泉駅の特設デスクと宿泊施設。まあ、こちら両方でね、サインまたは応印が必要っていただきになります。で、3つ目ですね。助成金の事前申請は出発時の前日までに行い、出発時当日は行えませんということで、まあ、この動画出てるの8月の29日で、このキャンペーン始まるの9月の1日からなんですけれども、こちらね、出発時、 当日はね、申請が行えないっていう風になっておりますんで、この点はね、注意してください。まあ、ギリギリにね、やってしまうと、もしかしたら間に合わないみたいなね、まあ、そういった感じになるかもしれませんね。またね、申請は1、両手につき1回の申請となり、重複申請は、えー、しませんって。まあ、これもね、あの、宣言書ということで、こういった記載がされております。で、えー、帰着後、えー、14日以内にですね、必要な書類を申請ページよりアップロードっていたた形になります。で、申請後、事務局の 審の条件に満たしていないと判断した場合は、助成金試写や対象外にする場合があります。これを了承します。っていう風になりますんで、ここもね。 まあ、どういった感じのね、審査が入るのかは、まあ、わからないわけなんですけども、こういったね、文言が記載されました。で、不正受給にある場合は、事務局より調査した上で、返還請求を行う場合があります。これに応じますということで、まあ、これがね、宣言事項ということで、まあ、これにね、同意した場合に、まあ、こちらはね、利用することができるって言った形になります。まあ、この文言がね、全体的に今回ね、追加になったっていうふうになりますんで、えー、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、以前ね、問い合わせ 合わせた内容通りですね特典航空券でもね利用することができるっていうね確認取れておりますんで、まあそこは大丈夫だと思うんですけども一応ねこういった感じでね利用するっていただきになります で、対象の宿泊施設なんですけども、前回動画出した時点ではですね、まだね、この対象施設がね、あの、発表されてなかったわけなんですけども、まあ、今回ね、ここ、記載されているね、えー、ところが、えー、対象っていたがちになります。で、前回のね、動画の時にですね、まだね、対象かどうか分かってなかったフェアフィールバイマリオとト、えー、佐賀嬉野温泉ということで、こちらもね、あの対象に入っておりますんで、えー、利用することができるって言いたがちになります。ですのでね、 利用されたたいいい方はでですね、まあ、できるだだけ早めに、ね、予約していただいて、まあ、前回の動画で、ね、作った時は平日が1万5千円で祝日がね2万円ぐらいだったと思うんですけども今ね値段めちゃくちゃ上がっておりますので今ねあのこういった感じで 週末とかでね、検索していただくと、本当にね、5万とか出てくるんですよね。はい。見てください。5万7500 <laughs>。はい。めちゃくちゃね、値段上がっておりますので、まあ今回のキャンペーンでね、利用される、まあ予約ね、入れられている方ね、かなり多いと思いますので、まあ平日はね、正直全然変わってなかった部分はあるんですけれども、週末に関してはですね、本当にこういった感じになっておりますんで、まあひとまずね、週末っていうのは、まああの、 早めにね、リ、あの、予約していただいて、まあ、お二人とかでね、利用していただければ、これでもね、まあ、助成金自体はね、あの、6万円もらえる計算になりますんで、まあ、これでね、利用していただいてもですね、まあ、ほぼほぼね、まあ、無料で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、悪くないのかな、なんていうふうに思いますんでね、まあ、ひとまず、あの、できるだけ早くね、お予約していただくのが、まおすすめって言いたがちになります。それでは次にですね、佐賀県の全国旅行支援とですね、 こちらですね。全国旅行支援があって、もう一個ですね。こちらです。 こちら楽天トラベルのフェアフィールドのキャンペーンなんですけども、こちらですね、9月の4日まで期間限定でエントリーしていただければ、ポイント10%還元が利用できて、シルバー間以上で利用することができます。こちらはですね、楽天とマリオットはね、提携しておりますんで、まぁちょっと前にね、あの話した時にはですね、あの楽天トラベルのね、サイトがあんまりね、まだうまく更新されてない部分あったんですけども、まぁ今か見た感じだとですね、普通にね、あのー、 マリオットね、会員の方、使えて、特典でもね、利用することができそうですので、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、あの、紹介しているね、フェアフィールドバイマリオットね、佐賀、嬉野温泉もね、利用することができるっていうふうになりますんでね。ということで、まずね、こちらの、ね、佐賀の全国旅行支援なんですけども、今現在ですね、こちらね、対象外期間になってるわけなんですけども、9月1日からね、こちら再開いたします。で、期間がね、2023年の11月の30日までというふう 風になっておりまして、こちらね、あの利用できるかどうかはですね、ちょっとまだわかんないんですよね。嬉しいあのフェアフィールドバイマリオット嬉野温泉というのもこの全国旅行支援の9月1日以降の予約に関してはまだね宿泊施設がねあの準備中ということで。 多分使えるんじゃないかなと思うんですけども、まだね、対象宿泊施設ね、発表されておりません。で、こちらのね、9月1日以降の予約についてということで、宿のね、直接予約に関しては8月30日からということで、こちらね、明日から利用することができます。で、他のね、じゃらんであったり、ゆこゆこネット、楽天トラベルとかね、すべてね、時間が異なるっていうふうになっておりますんで、こちらね、注意してください。楽天トラベルね、先ほどの話させていただきましたけども、9月1日の 朝10時からとということで楽天トラベルでね使いたいっていう方はねあの9月1日の朝10時からじゃないとね利用することができないっていった味になります。 で、予約受付開始前のね、予約された商品は割引対象外になりますんで、このね、全国旅行支援はね、この開始日以降じゃないとね、あの、受けることができないっていうふうになりますんでね、この点は注意してください。で、利用要件ということで、まあ、佐賀のね、目的とする旅行宿泊。でえ、身分証の提示ということで、こちらはね、確実に忘れずにしてください。 身分証を持ってかないとね、割引受けることができません。で、本キャンペーンの趣旨を理解し、協力できることということで、こちらもね、覚えておいてくださいね。ワクチン接種証明書はね、もう、あの、必要ありませんのでね。で、特典ですね、割引がですね、旅行商品の場合、交通付きであれば5000円、宿泊のみであれば5000円、日帰り商品は3000円、1人あたりね、もらえるっていった8になります。で、またですね、サガ旅ペイということで、電子クーポンもですね、平日であれば2000円、 あれば1000円がですね利用することができるって言いたがになりまして旅行会社店舗型旅行会社の場合は平日3000円休日2000円以上でね対象になるということでこのね宿泊代金がね決まっておりますんでねこの点は覚えておいていただければなと思いますまあこういった感じでですね佐賀県でもね全国旅行支援やっておりましてまだね宿準備中ということでまあこのステイナビにですねフェアフィールドバイ,バイマリオットねありますんで多分使えるんじゃないかななんていうふうに思うんです で、この点はね覚えておいいくださいでこちらですね、えー。楽天トラベルの方でね、キャンペーンですけれども、こちら9月の4日までにですね、予約したものじゃないとね、キャンペーン対象ではないんですけれども、ポイント10%還元ね、取れるっていう風になりますんで、このね、 9月の4日までに予約していただいて、9月の30日チェックアウト分に関してはね、まあこちらね、フェアフィールドバイマリオットね、う、え、れ、ー、しの音声も対象で利用することができるっていう風になっておりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと。 思います。ということで、今回ですね、嬉しの温泉55キャンペーンがですね、8月の29日にね、開始になるということで、まあ皆さんね、スタンバってたわけなんですけども、まあちょっとね、1日ずれて、明日ね、開始になるっていうふうになりますんで、佐賀のね、全国旅行支援、またね、あの、ポイント10%還元もね、ありますので、まあ利用できそうな方はですね、こちらもね、ぜひチェックしていただければな、なんていうふうに思います。皆さんね、利用される方結構多いと思うんですけども、参加される方はですね、早押しね、頑張りましょうね。 はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、講式アカウントね、やっておりますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。